メンタル面でというかね、話そうと思うんだけどね、自分だけで勝とうと思ったらなかなか上がらないじゃん、ね、これよくうち言ってるのが、なんでさマスターすべてこういろんな話聞くじゃん、はい、聞いて段階がありなんですよ、第1段階が知ってるでしょ、知ってる、で次が、うん、やってるのよね、次ができるよね、できる、できればいいじゃん、次が、まあ通用するよね、僕はまあね、極める、まあ特にはもうトップですよね、もう神業的なもんじゃね、まあこんな感じでしょ、ドラガンドそうじゃん、ね、ギタリストのね、ギターしてると知ってるよってみんな答えるね、ね、学生時代でね、で、ギターね、やってる、あ、今やってるやってるとかさ、いやー、今度やると、やろう思ってんねんぐらいが多いじゃん、うん、やってる後に次何ていうことだ、それはどこでできるのではない、うん、だからね、いや、やっちゃって人前に帰れんねんとか、だから文化祭でやるぐらいかなとかさ、うん、ね、でも、ね、これではちょっとみたいなのあるじゃん、ね、でも通用するよ、これプロだよ、ね、ここからが、特にプロじゃん、ですよね、実はここまでは、本当はね、ここはちょっと中途半端なところだけど、ここまでは、ここまで大きなボーダーラインなんですよね。これ甘いじゃないですか。うまい、ね。ですよね。で、よく勘違いがあるんでしょうね。さあ、スタートして、人一倍、その人たちよりも努力しなかったら、勝てるわけやないんですよね。お客さんの数っても決まってるんで、どちらか、みんながお客さんだとどちらいますか。そうでしょ、同じ料理を食べるんでも、例えばイタリアン食べるにしても、ね、和を食べるにしても、スイスを食べるにしても、多分違う。ね、私もこのお店出してね、1年目ですでも、修行してる方からできる限りじゃない。ですよね、ちゃんみんなやばい。だから雑誌見て、評判聞いて、美味しいとかね、ランキングとかいるじゃん。だよね。で、この人たちの方がスタートから頑張ってない？命がけで。わかるよね。これで勝とうと思ったら大変な問題が起こってくるんですよね。これ勝てたらびっくりするじゃん。思わないですか？これね、だからね、どちらか一人弱いなんですよね。じゃあ、勝とうとならどうする？ここからスタートしたもんがビジネス勝とうとか勝とうとかあるよね。何でしょう？素直にほんまに聞いてることです。素直にね。聞くのは誰も聞くよ。犬でも聞くよ。なんか人間喋ってるわとか。犬でも猫でもね、聞くんだけど、そんなの聞いたよね。どうなってるじゃん、犬でも。ね、わかりますか？餌出したら、お手つるね。出さなかったら、どうなってるじゃん。実は同じなんでしょ、動物だから。って言わなきゃ理性があるから。ね、畜生の人ってるじゃん。人やね。畜生っていうね、動物やね。畜生のこと人間って言わへんね。こっち畜生って言って褒めると言う。このバカって言うんだったら馬とか鹿とか犬とか猫のこと言わへん。お前はバカかとかね。この昆虫障害ってこっちでしょ。ということは、人よりもこれ下じゃない。ね、人の上でこれ下よね。でも、すぐの生き物どっちですか、日本語って。人間しか聞かへんやんな。思わない。だからみんな目に見て、餌がなんか出さないと動かないでしょ。わかりますか？ちょっと待ってよ、人間って、ね、実はこの行ったり来たりしてるんで、もうそれ師匠が気づかされたの。そうでしょ、わかる、この上で、わかる、理性が働いたり、こっちの方の本能、どちらか本能だよね、こっちね、わかりますかね、本能が働いたりするやん、ない、今だんぐやーって、あれ、理性働いてるの、働いてないね、10分以内でわかる、これ極めると早いやん。だってね、今からできるまで持っていって、ここまで絶対いるんです。何がいいかって何がいいの、うん、そうなんです。修行がいる。このラインには修行いるんですよ。修行がいるということは何がいいの、時間かかんねん。今からやっと終わりよ、3年後。スタートしたら。今からさ、早くせ、私はこれしたい、ああしたい、このメニューしたいなんか言うとったら間に合わない。そんなこと100も承知なんですよ。全体見て今見てるからね。わかるよね。だから修行せる、じゃあ方法としてはどうしたら、何、じゃあいきなりここでワープしなあかんの。でもできるのか思うじゃん。ワープどういうことできるって方法があんねん。逆算したらわかる。何、ここからさ、できるもんからやろうと、個人個人がラーメンでもいいよと
ラーメンでもいい。何だ、入ったらラーメン一周じゃんみたいな。ないと話にならない。わかりますね。で、もう一個言いたいのね、何か言ったら、ね、まあ自分のこう基準を上げてほしいんですよ。基準そのものを上げてほしい。わかりますか。あの、満足のレベルというかね。わかる、ほとんどこのやってる状態で満足ですね。わかりますか。やってるから、どういう満足しちゃう。やってるからじゃあ飯を食えないって間違いが、間違いわかるよね、飯食えないってです。飯食えるのこれできるからですから。上に行けばすごいよね。収入違うじゃん。同じ量でもね。手すりプラスなんて全然量、ね、収入しやすいじゃないですか。わかるでしょ。心さん、わかりますか。この満足のレベルね、やってるレベルで満足しない。ほとんど人間と残念ながらやったことで満足しない。これをやめてほしい。絶対。絶対ね。ね、まあ、師匠がいつも言ったのは勝つとか儲けるで、初めてのところはですね、勝つ儲け、まず勝ってない儲けてない状況ではね、もう実はね、選択肢ないんですよ。自分で考えるとか自分でこう思うとか、ああしたらいいなとか思う実は資格はない。僕はこう言ってます、自分で言うから。ところが人間っていうのはああしたいこうしたいがあるから、いやでもほとんどそれ収益が得てません、得てません、得られない、思わない。でこれ自分すごいと思ってるんでいいんだよ、自分すごいと思うんで分かるんで、ではね、でもほとんどはここですごいと思ってるんです。知ってるすごいと思ってるとかね、クイズ王なんてめっちゃ知ってんじゃんって評価が、飯食ってないでしょ、会話して出してる人おるじゃん、飲みとね、知ったことを知ったかもしれておるやん、雑学校であろうじゃん、全然すごくないでしょ。分かりますか。時間過ぎただけ、やってるすごいと思ってるよく言うやん、ね、今ボクシングやってんねん、すごいない全然。わかりますか。もう多分ね、それがね、4回戦ぐらい勝てるって違うもん。マジで、お前。全然すごくないかって。いざこう、ね、迎えたりとか、全然遅いもんね、パンチもね。もう全然すごい、わかる。すごいって、チャンピオンなんかすごい。うん、本当にプロでね、やっぱり10回戦以上になったら、あ、サッシはすごいです。8回戦ぐらいかかんないって出れますわ。ね、4回戦ぐらいだったらね、誰も、何十万みたいな。お前、もうプロか、それでもいいからね。まあ、辛いおじゃないかっていっぱいあるから。分かりますか。同じです、全然すごくないでしょ。すごいっていうのはこう儲けるレベル、分かりますかね、うん、僕から言うとはね、プロ例えばボクシングに、ボクシングすごいねって言ったら、世代ランク入ってやっとすごいと思う。飯食えないもん、それまでランキング入ってないの飯食えないです。日本チャンピオンぐらいで飯食えないです。だから全然そうでもない。で僕は実は本当のランク言ったら、日本の世界チャンピオンぐらいじゃそんなそうと思ってないです。飯食えてないもん。あ、一回チャンピオンになったぐらいで飯食えない。防衛って初めてですから、防衛上パッキャンはすごいでしょうね、そりゃ1試合2勝3勝稼ぐんだから、これすごいので超えてますよ、でしょ。だからすごい基準を下げてほしいんですよ。すごいの基準、僕はトップやってるんですよ。すげえなって言うじゃん、ね、分かりますか。せめて通用するぐらいに持っていてほしいんですよ。レベル上げてほしいんですよ。レベルアップ、基準アップみたいな。あんまり簡単にすごいすごいって使ってほしくないね。それ満足しちゃう。僕なんかね、ちょっとやってくれすごいですねって言われたら、アホかと思うもんね。当たり前じゃん、まだ。わかりますか。当たり前って僕は大好きでね。当たり前のレベル。